レキシントンはアメリカ合衆国ケンタッキー州中央部ブルーグラス地方と呼ばれる地域に位置する工業都市。地域の中心都市でルイビル市に次いで地域都市圏とも州第2の都市である。人口は29万5千803人。北西約35キロメートルに位置する州都フランクフォートと共にレキシントンフランクフォートリッチモンド都市圏を形成する。 都市圏全体では人口50万人を超える。歴史人とおよびその周辺は競争場の生産で広く知られている。また、工業が盛んで州の特産物であるバーボンウイスキーなどの醸造をはじめ、食肉、機械、化学など多様な業種が揃う。1775年に町が創設され、1832年に市政施行。1974年には、 フェイエット軍と合併して、レキシントンフェイエット統合士軍となった。また、レキシントンは、ケンタッキー大学、トランシルバニア大学をはじめとする14校の大学の所在地で、学術都市としての性格も見せる。ケンタッキー大学は、男子バスケットボールの名門として知られ、これまで NBA に多数の人材を輩出してきた。また、同校は、ハリウッド女優、 アシュレージャドの出身校である。レキシントンのダウンタウンレキシントンは1775年、バージニア植民地の野営地として創設された。ウィリアム・マッコーネルに率いられた開拓者の一行が、エルクホーオン側の分流点に野営地を設けた。同年4月19日、独立戦争の戦いの一つ、レキシントン・コンコードの戦いでの勝利を耳にすると、野営地の名は、 戦場となったマサチューセッツ州レキシントンにちなんで、レキシントンと改名された。しかし、周辺のネイティブアメリカンたちによる攻撃の恐れがあったことから、常住のための街の建設開始は4年遅れた。1779年に、ロバート・パターソン大佐率いる25名の一行が、この地に防災を建設した。その3年後、1782年には、 衆議会での議決により、レキシントンがバージニア州の正式な町となった。1792年にはバージニア州から分離独立する形で、レキシントンを含む州西部がケンタッキー州として州に昇格した。1820年頃には、レキシントンはアルゲーニー山地の西側で最大で最も裕福な町の一つになった。 文化水準も高かったことから、レキシントンは、西のアテネという別名を持つようになっていた。レキシントンの初期の有名な住民としては、地元実業家のジョン・ウェスレイ・ハントが挙げられる。ハントは、アルゲニー山地の西側では、初の奥万長者であった。1832年にはレキシントンは死に昇格した。南北戦争前のケンタッキー州は、奴隷州であり、レキシントンにも、 大量の黒人奴隷が労働に従事させられていた。1850年には州の人口の1、5が奴隷であり、歴ントンはケンタッキー州最大の奴隷人口を抱えていた。しかし南北戦争においてはケンタッキー州は中立の立場を取った。当時のアメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンとアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスは両者とも ケンタッキー州出身で、レキシントンに遅延がある。デイビスは1823から24年にかけて、レキシントンのトランシルバニア大学に在籍していた。リンカーンの妻、メアリー・トッドリンカーンは、レキシントン出身であり、1842年に結婚した後、幾度も、このレキシントンを夫婦で訪れていた。1935年、 レキシントンに中毒リサーチセンターと呼ばれる全米最初の麻薬中毒構成施設が作られた。1974年、レキシントンは属していたフェイエット軍と行政統合し、レキシントンフェイエット軍士となった。ケンタッキー州におけるレキシントンフェイエット軍士の1北緯38度01分47秒整形84度29分41秒。 北緯38.02972度整形84.49472度38.02972-84.49472でキシントンフェイエット軍士はケンタッキー州中央部のブルーグラス地方に位置している。フェイエット軍の面積は733平方メートルである。この地域は自然の美しさ、肥沃など上、優れた牧草地、牧場で知られる。 また、何本もの小川がこの地域を源とし、ケンタッキー川に合流する。ケンタッキー川は、オハイオ川、ひいては、ミシシッピ川に合流し、遠くニューオーリンズの下流で、メキシコ湾に注ぐ。レキシントンの年間平均気温は、摂氏13度、年間降水量は1392ミ、mm、リメートルで、ある。四季折々の変化に富んだ気候で、暑さ、寒さ、雨、風、 雪のいずれも長く続くことはない。アメリカ合衆国東部の多くの都市同様、欠片の気候区分では CF に属する。レキシントンは春の花粉症にかかりやすい都市の全米ワースト1とされている。ちなみに州内のルイビルはワースト4位である。ケンタッキー大学レキシントンは古くから競争場の生産とタバコ産業によって支えられてきた。 しかし1950年以降産業の多様化が進み、工業と大学を中心とする経済に変わっていった。市内には、ケンタッキー大学をはじめとする3校の、州立大学を含めて14校の大学が存在し、市の重要な雇用種となっている。企業のフォーチュン500では、ゼロックス、プリンターメーカーのレックスマークインターナショナル、ロッキード・マーティン、IBM がある。また、 Amazon.com、ゼネラルエレクトリック、トヨタ自動車、ユナイテッド、パーセルサービスといった、いくつかの大企業もレキシントンに拠点を置いている。ケンタッキー州の消費税率は6%である。日用品は、課税対象外となる。ホテルの宿泊料にはさらに6%のホテル税が、上乗せされる。レキシントンの玄関口となる空港は、ブルーグラス空港である。 主要航空会社のハブ空港からの直行便がある。他、乗り継ぎ便を利用して、全米約100都市から航空路によるアクセスが可能である。歴史ン,ンでは2本の週間高速道路、I-64 と I-75 が交わる。I-64 は、市の北東を環状道路のように通っている。セントルイスとバージニア州を結ぶ高速道路で、ケンタッキー州内においては、 州の最大都市、ルイビルとレキシントンを結ぶ重要な道路である。I-75 は、ミシガン州とフロリダ州を結んで南北に走る、幹線で、デトロイト・シンシナティア・アトランタ・タンパなど主要都市へと通じ、フロリダ州フォートローダーデールで I-95 に合流する。グレーハウンドのバスターミナルがあり、ルイビルやシンシナティをはじめ、 セントルイスやノックスビルなど主要都市へのバスの便がある。アムトラックの駅はない。公共交通機関としては、レックストランの運営する路線バスが、レキシントン市内及びフェイエット郡内を広くカバーしている。レックストランは、レキシントン市とフェイエット郡が共同で運営している合弁の交通局である。レキシントンの主要な新聞は、レキシントンヘラルドリーダー市である。このか。 週刊の a c e w ィーク r e 氏や月刊のヌガーマガジン氏が歴史ントンのニュースを伝えている。ケンタッキー大学の新聞、KY カーネル氏も学内で読まれている。主要テレビ局各社が歴史ントンに支局を置いている。また、AM3 局、FM16 局のラジオ局を市内に有している。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。 基礎データ同年の推計では、7軍にまたがる都市圏の人口は42万4778人である。また、同市は2005年に形成された、歴ントンフランクフォートリッチモンド大都市圏の中心都市である。人種別人口校生年齢別人口校生世帯と家族収入と家計歴ントンには230棟のキリスト教教会、イスラム教のモスク、 およびユダヤ教のシナゴーグがある。ありがとうございます。